新幹線って時間が決まってるじゃないですか。東京から名古屋であれば1時間半期限があるから収集力が増すんですよね、はい、移動時間に何をやってるかで差がつくと思ってますので。新時代の経営者、山下誠司。大雪が降った東京。この日、本社で行われた社内講習会に参加した山下。集中力が違いますね。そうですね。講習会前、本社の一室で仕事をする山下。そんな山下に取材スタッフはある疑問を抱いた。山下さん、すいません。はい。今何をされてるんですか？今早速1月の1ヶ月のスケジュールの確認ですね。はい、はい。山下さんって本社来た時は会議室で作業されてるんですか？そうですね、はい。会議室を予約してそこで仕事をしてます。山下が仕事をしている場所は会議室。なぜ閑散とした会議室で仕事をするのか。デスクとか社長室とか？あ、ないですね。あ、そうなんですか。席が限られているので、はい、それで私の席があるとたまにしか来ないのにデッドスペースになってもったいないじゃないですか。家賃がもったいないですよね。山下さんほど立場ある方だったら大体本社とかにデスクとか構えるのかなっていうイメージだったんですけど。ああ、どちらかというと現場を優先してますので。はい。あまり本社で事務仕事っていうのは少なめですね。あ、そうなんですね、はい、今は減りましたけども移動中の新幹線とか、はい、飛行機を事務スペースにすることが多かったですね、はい、移動中の方が集中できますね。例えば飛行機の中では電話が鳴らなかったり、仕事するしかない環境で自分を持っていけるというか、少しでも現場に使いたいんで移動中にやらないともったいないかなと。結構だから飛行機とか新幹線って時間が決まってるじゃないですか。東京から名古屋であれば1時間半、この中のこの期限があるから集中力を増すんですよね。移動時間に何をやってるかで差がつくと思ってますので。事務仕事は移動中に済ませる。それは山下の仕事に対するある考えから来ていた。基本的に事務仕事というのは仕事になりませんね。仕事してるフリーになってしまうので。今もこれ隙間時間にやってますから、リーダーにとって一番危険なのが事務仕事が仕事になってしまうことじゃないですか。リーダーじゃなくて管理者になっちゃうのが一番怖いですね。リーダーは自分の背中を見せるですけど、管理者は人を管理する。子供って親の言うことは聞きませんけども、親のすることは真似しますからね。あくまでじゃあ山下の仕事は、はい、メインは現場ってことですか？そうですね。その現場に重きを置いている理由って何なんですか？私の仕事は判断なんで、判断するためには現場を知らないと判断できないんですよ。現場に一番ヒントがありますからね。はい、こう仕上がりこんな結果が出たっていう結果だけ数字だけ見ても見えないんですよね、うん、その数字がどういう工程でできてるのかっていう工程を見ることが大切で、これは現場でしか見れないですね、うん、事務仕事でもないですし、現場でお客様に触れてることもできないんですけど、判断を通してお客様とかスタッフとコミュニケーションを取っていく、こういうことですかね。その判断するためのベースは現場にある。事務仕事は私よりも優秀な各分野の方がもっとやってくれますからね、うん、何も私でなくてもいいと考えてます。判断によって大きく変わるから、私が判断を間違えたら全員が苦労しますからね。判断が 100% 全部当たるかと言われればそうではないんですけど、より精度を高めるというか、またはその判断をして悔いのないよう、またその判断をしたことによってその判断の方向で結果を出す、こんなことでしょうか、ね、うん。
現場を重視する考えから本社にデスクを置くことをしていない山下。お客様に最良のサービスを届けるために常に現場を大切にしてきた。